皆さんこんにちは。こんにちは。絵をしゃべろう美術の沼人展覧会プロデューサーの熊作と一気書きの画家虎吉が絵をしゃべろうしていきます。今度印象発展をやってからのモネということですね。はい、まあ、今までは割としっかりかっちり描いてたのが、この美術史的な流れから言ったら筆色を中心で描いてるような感じですか。これはサウサンブトンってどこなんだろうな。これはですね、イギリスです。イギリスですね。手前の水の、こう、なんていうんですか、波立った感じのところに教会が映った感じが。いかにも印象派っていう感じですけどね、タッチですね。もうそばで見ると何書いてるか分かんないけど、遠く離れるとね。そうなんですよ。で、これの見方にも我々慣れてるけど、はい、これがいかにある意味、大雑把な書き方だって。だかっていうのはブグローとかを見ないと分かんないですよね。そうなんですよ。もうブグローとかを見たらこれむちゃくちゃないですよね。これいや、これから書くんでしょって感じですよね。そうですね。これからちゃんと書かなきゃって感じ。まあ、ブグローこんなの書かないと思うけど。まあ、この絵は何回も来てますよね。そうですね、うん、この前の根本美術館でドービニー展っていうのはだいぶ前にあって、ありましたね、ありましたよね。あの時にドービニーのアトリエ部の見たけど、全然キャッチーですね、こっちはね。あれはでかいですもん。でかくて素晴らしいですよね、あれ。あれは 海にも行けるやつでしょ。海にも行けたらって書いてありましたね。これなんかその辺ちょろちょろっと、セーヌ川の支流をちょこ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 行くぐらいが関の山って感じだけど。そうですね。あ、これのおかげででもポプラ並木とかいろいろ書いてるんですよね。ああ、川か、ね、なるほど。ここで書いてるモネをマネが書いてるも有名ですけどね。あ、あ、有名ですね、あのマネの、ね、マネの前でね。面白いですよね。まあ、仲良しで、みんな楽しくやってますよね。だって、このアルジャントイユとかの、だって、マネにお金借りて、まあ、そこの家借りたんですよね。ああ、そうらしいですね。なんか、そうそう。マネの大きな敷地の前のところって言ったかな。忘れちゃった。辞書を持ってたんですよね、マネがね。そうですね。だから、モネって、バジールから絵買ってもらったり、お金借りたり、いろんな人からお金、はい、モネの金銭感覚は全く分かんないですね。めちゃくちゃですね。だけどうまいんですよね、お金借りたりいろんなことを交渉。あ、そうそうそう、サンラザル駅でもね、タキシード着て駅長に交渉しに行ったとかいう話。あれも連作っちゃ連作だけど、今回なかったですよね。サンラザル駅。ああ、そうですね。なかったですね。モネって、ある意味、さっきちょっとほら、モネはすごく最後お金持ちになったっていうけど、はい、やっぱり画商との交渉とかもすごいするんですよね。ああ。だから、世渡りがうまいんですね。世渡りがうまい。まあ、いわゆる今でいうタフネゴシエーターみたいな感じですかね。ああ、タフネゴシエーターね。交渉人ですか。強人になる交渉人。まあ、絵もすごいけど。交渉もうまかったみたいですね。ああ、そうなんですか。でもモネはね、あれ、勲章もらってませんよね、なんとかっていうね。レジェンド。モネはもらってないはずです。あ、政治家に友達いましたけどね、なんとかって友達ね。クレマンソンね。あ、クレマンソンがいたけど、うん、ルノワールはもらったんですよね、勲章ね。いや、モネもらってないですか。いや、もう全然。もらってないと思いますけど、ちょっとわかんない。ちゃんと調べてみないと。はい、確かもらってないと思います。まあね。まあ、でも、まあ、勲章よりも金です。金っていうかね、名声がすごいかな。ルノワールは勲章も名声も両方もらいましたけどね。まあ、そう言っちゃ悪いけども、ルノワールとかは体制派ですからね。そうですね。どっちか。まあ、しょうがないんですけどね、ルノワールの場合は。金ねえから、まあ。金あってからも体制派ですけどね。ドレフス事件とかあったじゃないですか。あ、はあ、はあ、はあ。あれもドガとかルノワールは、まあ、反ドレフスですからね。ああ、そうですよね。ルノワールなんて戦争行ってる、戦争で結構、ルノワールも死にかけたんですよね。普仏戦争の時、モネとかロンドン行っちゃうんだけど、モネとかピサロは、ルノワールなんか参戦してますからね。行ってしまえば保守、保守、
派なんですよ。オシャ派ですよね。だから、右っていうか、そうそうそう、ドガもそうだし、バジルじゃないや。あ、バジルでしたっけ。バジルは、ね、バジルか、戦死してますけど。バジルなんてものすごい右翼ですよね。ものすごい右翼というか、お金持ち、上流階級ですからね。ああ、そうですね。祖国のためにだって最前線の一番激しいとこ行ったんですよね。死ぬはずですよね。まあ自分で志願して、まあ、行かなくてもいいのに行ったって感じですかね。そうですね。ドガも志願してるしね。モネは逃げちゃうんだから。とにかくドガとルノワールは考え方が古いっていうか保守派の。クラシックにね精通してますよね、二人ともね。まあクラシックに精通してるっていうか、私はあの二人は相当考え方は良くないと思いますけどねそうですか。まあ、例えば女性蔑視とかね。ああ、そうですね、はい。それはありますね。もう最悪ですよね、はい、動画とか。まあ、蔑視というと言葉がきついかもしれないけど、まあ、昔の考え方ですよね。19世紀的な考え方。そうですね。モネはその点はもうちょっと実利的なんですよね。実際的っていうか。そうそう。私はモネとかすごく近代的っていうかね。進歩的な考え方だと思うけどね、モネとかね、わかんないですけど。まあそれを言ってはなんですけど、印象派の人たちもみんな奥さんを隠してるんですね。ああ、そうですね。マネもそうですけどね。あ、マネもそうなんですか。はい、当時の父親って自分の結婚させたい女性としてはさせないみたいな。政略結婚ね。そう。江戸時代ですね、日本の。政略結婚ということもあるし、持参金が多い人を。ああ。っていうのもあるし。そうか。なんで、大体ほら、印象派の人たちの奥さんって、モデルをやってくれて、それから仲良くなってるみたいな感じじゃないですか。そうなんですよ。だからみんな、お金がない、まあ、言ってしまえば労働者階級の出身の人が多いから、父親は反対するわけですよね。そうですね。うん、当時の古臭い考え、古臭いというか、保守的な考えではね。セザンヌも大変でしたよね。そう、セザンヌもずっと隠してて。してたからモネもね、おばさんに、金持ちのおばさんに切られちゃうしね、神尾と結婚するから。おばさんというか父親でしょうね。あ、父親もそうか、そうか。どっちにしても19世紀の考え方だから、まあ、しょうがないんだけど。まあ、とにかく江戸末期ですからね。そうそう生まれたのが江戸末期、まあ、明治初期そうそう。で、今の感覚から話してもちょっとずれちゃうんだけど。だいぶずれますね。はい、それは置いといて。はい。これもいい絵だな。これもだから本当になんかこの人物とかこう絵の具でこちょ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 こってやっただけだけど、すごくちゃんと見えますよね。うん、ちゃんと見えます。不思議ですよね。特に一番奥にいるじゃないですか、ちょっと黄色い。ああ、木のとこ白いのやつ、白いやつでしょ。なんかただ絵の具がポコポコってちょっと置いてあるだけみたいなんだけど。すごいこうリアリティというかね、形が見えてきますね。ボイマンスアンバー人間美術館ってどこだこれ。これもオランダですよ。確かロッテルダムじゃないですか。あ、そうなんですか。あ、結局この展覧会のオーガナイズに関わってる人たちがオランダの人とか、まあ、イギリスの人だから。あ、フランスじゃないですよ。あ、モナコからも来てましたよね。でもえ、モナコでしたっけ。なんか王宮美術館での絵もありたくさんありましたね。多少マイナーなところから来てるんですよね。モネという観点から言ったらね。うん、だからそれだけ今までのモネ展では来てなくて見れるっていうことはあります、ね。すごいね。これもいい絵ですね。まあこの辺がいかにも印象派ということになるんでしょうね。この展覧会の成果です。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。コメント、ご質問お待ちしております。